最近スリータウンのフードコートが激混みで席が見つかりません。仕方なくツリータウン斜め前のプライムバーガーで食べることにしました。2021年12月23日午後7時過ぎの様子です。オーストラリアビーフが売りのようですが、植物肉のサンフランシスコにしました。大きさはシングルで245ワーツ、858円でした。決してまずくはないですが、倹約生活を送る私の正直な感想としては、ちょっと高いなぁです。至って普通のハンバーガーです。サンミゲルビールは80バーツ、280円です。渡されたメニューではシングル205バーツ、718円でしたが、実際には245バーツ、858円でした。ダブルは実際には295バーツ、1033円です。2021年12月21日午後8時過ぎの様子です。ツリータウンフードコート横のレストランバー街の様子ですが、どこも大盛況です。こんなに賑わっているのに、このマクドナルドが再開しないのが不思議です。ツリータウンフードコートから離れるにつれ、人通りが少なくなっていきます。Keep my life again. You.
ご視聴ありがとうございました。